お二方は本物の霊能力者を世界に一人でもいると思われますか？自分は霊感商法で人生を破滅させられているので、そういう疑い大嫌いです。芸人でも霊が見えると言って YouTube や本を出している人もいますが、何か思うことありますか？人を不安にさせる霊能力者が許容される世間に疑問があります。アメリカ の, あの科学者の人で、俺の前で超能力とか霊とかを本当に証明したら、あの10万ドル1000万円やるぜって言ってる人がいるんですけど、未だに挑戦して成功した人一人もいないんですよ。でも結局そういうことだと思うんですけど、自分のアベマの番組とかも昔それで大喧嘩したことあったから、はいはいはい、僕は基本的には全くいないと思ってるんですよ。だから、うん、あのそのアメリカ の学者と一緒かもしれないです。もうあのいるならば例という人にも言いたいんだけど、うん、いるならば目の前にはっきり出てこいそうですね、はい、であとこの間これテレビでも言ったんだけど、人類というものができてから現在まで圧倒的に亡くなった人の数の方が多いんですよ。10万年前から人類ありますからね。もう数千人しか出てきてないんですよなんか幽霊見えたみたいな、はい、もっといるでしょ死んだ人みたいな。そう、それも他人のとこに。例えばひろゆきさんが街歩いててそれで亡くなったとしましょう、はい、ほんで奥さんとかに会ってないから、はい、まず自分がこの世に出れるってなったら、奥さんとかお子さんとかの家族のところにまず会いたいと思いますママ家族とか知り合いとか行きますよね。どう元気でしょ、なのに必ず田舎町で交通事故に遭った人は交通事故現場にちょろっと出てきて、ほんで他人の前に出てくるんだけど、出てき方も右手一本とか遠くの方でじっと見てるとかそうですね、もう嫌がらせするなら堂々とバーンって出た方がもっとみんなビビるのにそれで俺言ってるのは、そんな出方するやつは生きてる時からろくなやつじゃねえから確かに言ってやった方がいいって言うんですよ。でこれをね、霊能者みたいな人で言うと、いや成仏してないからその人はそこにしか出れないんですよみたいな言う人がいて、はいはいはい、でそれでね喧嘩になったんですけど、ふざけんじゃねえと、これだけ人、先ほどの話じゃないけど、これだけ人類が亡くなった数が多いのに、それが数百人出てきたとしてても、そいつはあの世から霊界からこの世に出てくる力があるのに家帰れねえわけねえじゃねえかって話だよね確かにいやだから神岡龍太郎さんが昔その霊能力者が出てくるみたいな番組で、あの、はい、いきなり帰っちゃったって話ありますよね。だやっぱああいうの良くないと思うんですよね、テレビでやるのは。そう、ネタですよ、はい、これは根拠ないですよっていう、なんか笑いでやるんなら全然いいと思うんですけど、真面目にそういうのがあるんだとか、そういう人がいるんだってやっぱ信じちゃうのは被害者を増やすだけな気がしますけどね。結局まあ変な話になっちゃいますけど、まあ、宗教論じゃないけども、うん、まあその霊と言われるものとかもそうだし、その神と言われるものもそうだし、悪魔と言われるものもそうだし、それはもう全部自分の己の中の心の問題だと思ってる、心の中にいる問題だと思ってるんで、その外にから出るとかそういうことじゃないと思うんですよね、うん、ただ人類ってその共同幻想を持つことで割とその組織とか社会が動いてきたっていう歴史もあるので、霊とかはいないんだけど霊がいるよねという共同幻想ってめちゃくちゃ強いんですよね。あの無宗教の団体がその国とかを作ったことってほぼないんですよね。はいはい、大体やっぱその宗教だったり、その王様がその俺が神だからって言ったりとかで、やっぱりそのなんか霊的なもの、神的なもの、超常現象の能力俺持ってるぜっていうやつじゃないと、やっぱり組織はそのとなんかとその統括できなくて、結果としてやっぱりそういう人たちばっか強いっていうのが人類の歴史なんで、霊はいないんですけど、ただ人間は霊を信じる構造にあるっていう、そういうことなのかなと思う。でそれを利用するっていう人もいるわけだし、あとやっぱり、うん、戦争ですよね。戦争ってやっぱ大義名分が必要だから、うん、それにやっぱ宗教を使ってきたとか神様を使ってきたっていう歴史もあったりしますよね、はいはい、でそれが全て戦争っていうか、そのなんていうかな、その集団になってその神を信じるってことが僕は悪いとは思わないけども、気をつけないと集団になってそういう風な空気感になった時にそっちにこうわざとこうみんな導かれるというのは人間の癖だったりするんだろうなっていうのは思ってました。はいはい、昔ながらのその仏教だったり、まあその神道だったり、そこら辺のあの落ち着いてる宗教は、まあそういう意味でその社会にトラブルを起こさないっていうので残り続けたので、なのでまあもし信じるだったら昔ながらのやつにしていただけるといいなと僕は思うんですけど。いやいや、そうなんですよね。なんかそのでもそういう人たちと喋ってると、なんかね、理論的っていうか、どんどん突き詰めるとどっかで必ず話がぼやっとしてくるんですよ。はいはいはい、でぼやっとしたところをまたリズムしていくと、なんか感情論みたいなって話せなくなっちゃうんですよ、いつも。はい、僕は見たいだけだから、知りたいから出してくれって、それだけです。はいはい、そうですよね、僕もそっち側ですよ。お化けに対する僕の考え聞いてもらってもいいですか？はいはい、来ます来ます。何かで大昔に読んだんですけど、先住民コロンブスが
船に乗ってアメリカ大陸を発見した、その時先住民には船が見えなかったっていう話を聞いたことがあって、ほう、だからコロンブスは船でアメリカ大陸にやってきたけれど、そこに住んでいる人たちは船で来てるんだけど船が見えなかったと、うんうん、それはなぜかというと人間は目で見てるけど目はレンズであって実際に見てるのは脳だと、うん、だから認識、脳が認めてないものは映ってはいても処理できてないっていうのをなんかで読んだんですよ。はいはいはい。だから幽霊っていうものの存在を見たことがないから、はいはい、その船っていうものが認識できてないから、もうそれは脳の中から消えていて、はい、なんか白いおっさんが来たぞっていう認識しかなってないみたいな、うんうん、だから幽霊が見える見えない人っていうのは、だからまあこの僕の考えだと幽霊っていうのはひょっとしたらどこにもいるんだけれど、うん、幽霊を感覚的に認識というか理解してる人には見えてて、僕は幽霊を脳が認めてないから見えないんじゃないかなっていう僕の考えです、はい、でも人間の目って本当にそれで意識してないものって全くあの覚えてないっていうか認知しないんですよね、うん、あのニューヨークの大学で結構有名な実験があって、 YouTube で前にもこの動画が流行ったんですけど、うん、そのバスケットボールをパスをするっていうのを黒いユニフォームを着た3人と白いユニフォームを着た3人がバスケのボールのこう、うん、あのパスをずっとし続けるんですよ。で黒のチームは何回パスしたかカウントしてくださいって言われて動画が始まるんですよね、うんうん、で動画が3分ぐらい で何回パスしましたかっていうので、まあ、正解が9回なんですけど9回とかで、まあ、へーなんですけど、実はパスをしてる最中にゴリラが通ってるんですよ。それも要はあのアメリカの大学生がバスケットボールでパスをしてる最中によく見るとていうかよく見なくても普通にゴリラが歩いてるんですよ、うん、その間を。でもみんなボールに集中してボールの動きだけを見てるから目としてはゴリラが通ってるのは認識、その近くはしてるんですけど、脳の中でそのゴリラがいることが認識できてなくて、単純にその本当にボールだけしか見えてないっていう、そういう実験があるんですけど、それ、ね、多分それだと思うんですよ。もう言ってこ、幽霊とはゴリラだ。はい、幽霊とはゴリラだって言ってこ。だから人間って結構あの見てるものとその脳が知覚できてるものって結構違うんですよね。へえ、面白い話、うん、助かる。ありがとうございます。いやちょっとこういう植木鉢にこの種をそっと置いたら、うん、水とじょうろと栄養を全部やってくれて花咲かせてくれるじゃん。なんか不思議な例えをされた感じですけど、はい、あ、これ不思議だと思ったらもう俺とは会話できないよ。今日の対談内容のまとめです。皆さんは幽霊はいると思いますか？正直言ってテレビで幽霊ネタをやるのは良くないと思います。本気で信じてしまう人がいるからです。人間の目から見たものはただ映っているだけです。脳が認識した時に初めて見えたというみたいです。なんだかよくわからないですね。面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。